いつもありがとうございます。ナナシです。では今回なんですけどね、ポケモンスカバへの新ポケモンのね、情報まとめということで、公式情報ではないんですけどね、モドキ、メドクルガラゲがね、キクラゲモチーフポケモンみたいなね、情報がやってきておりますので、こちらについてね、いろいろね、喋っていきたいと思います。では今後もね、ポケモン情報どんどんね、投稿していきたいと思いますので、ぜひね、チャンネル登録、高評価で応援よろしくお願いいたします。ちょっとね、動画投稿間隔空いちゃったんですけどね、最近ね、チャンネル登録数ガンガン増えており、嬉しく思います。ぜひね、応援という意味でチャンネル登録よろしくお願いいたします。では行きましょうか。新ポケモンはね、キクラゲモチーフということで、今回の情報といたしましてはね、メノクラゲのモドキポケモン。こちらの情報。で、こちらがね、キクラゲモチーフらしい。そしてタイプはね、草、岩タイプ。となっております。で、モドキポケモン。これって何なのか。こちらなんですけどね、名前、図鑑番号、タイプが違うが、見た目が似ているポケモンのこととなっております。で、ディグダ、ダグトリオ、メノクラゲ、ドククラゲのモドキポケモンがいると言われており、ちょっとね、まあ、ちょっと動画遅くなっちゃって申し訳ないんですけどね、追加情報として公式からね、来てる情報とかもあります。そこもね、しっかりまとめていきたいと思いますので、ぜひね、お楽しみです。ではね、なんで、今回モドキポケモンが、キクラゲ、なってるのか。そこについてね、ちょっと考察していきたいと思います。ではね、スペインでもキノコ狩りが盛んということで、日本と同じく多くのスペイン人がね、キノコ狩りをしております。で、スペインのね、キノコ事情、こちらなんですけどね、スペインではキノコがよく食べられているが、乾燥した状態でね、キノコが売られているので、黒いきな粉と、キノコと、キクラゲを間違える人が多いっていうような背景があるみたいです。で、キクラゲなんですけどね、多くがね、中国産となっております。キクラゲはね、8割近くが中国産と言われております。なんで、黒いキノコとキクラゲを間違われるのがね、元ネタ。キクラゲとスペインの関係性は薄いが、黒いキノコとキクラゲが間違われやすいので、キクラゲモチーフのポケモン、モドキ、似ている、みたいな形で、来るんじゃないか、と言われていると予想しております。で、なぜメノクラゲ、モドキポケモンが、メノクラゲモドキポケモンがキノコなのか。これなんですけどね、キクラゲと黒いキノコが勘違いされやすい。キクラゲはクラゲと食感が似てる。食感、触り心地ね。で、メノクラゲはね、クラゲモチーフなどから似ている要素を組み合わせた結果、メノクラゲモドキポケモンがキクラゲモチーフのポケモンで来るんじゃないか。みたいな感じで予想されております。で、メノクラゲモドキポケモンもね、能力要素。これなんですけどね、キノコは木に生えているので、素早さがね、遅い。ただし、メノクラゲの種族値と似たステータスになる。防御が低く、特防が高い。なので、素早さは遅いんですけど、防御特化でも特防特化。なので、まあ、普通の攻撃には弱いっていう、ちょっと使いづらそうだね。と考えております。まあ、ただしね、これに関しては予想となりますので、実際にね、実装されてどうなるのか、楽しみにね、待ちましょう。で、これ実際に来そうかどうなのか。これなんですけどね、スペイン事情に関してはちょっとね、キクラゲ。薄いっちゃ薄いんですけど、キノコ狩り自体はね、スペインでもやられてます。で、キクラゲと勘違いされやすいキノコがある。などから、メノクラゲ、新しいね、なんか新ポケモンでこういう風なのが来るって言われたらちょっとね、薄いんですけど、モドキポケモンとして来るって言われたら、結構ありそうなので、スカバに、ね、登場すると、私は考えております。どんなポケモン来るんだろうね。というわけでね、まとめといたしましてね。もうあの、連想ゲームとなっております。連想ゲームと。まあ、ただしね、こういう風な考察していくのが楽しいのと、答え合わせもね、ゲーム発売、まあ、そして運営情報等でね、ちょこちょこしながら、私もね、楽しんでおりますので、まあ、ぜひね、皆さんもこの動画見て、いやいや、来ないだろうとか、いや、こういうのが来るんじゃないみたいな、気軽にね、コメントいただけたら幸いです。で、今後もね、ポケモン情報、どんどん届けていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録、高評価で応援よろしくお願いいたします。ではでは。